驚くべき環境とは。今スペインで乾隆のエイバルが旋風を巻き起こしている。エイバルはバスク地方にある人口2万7000人小さな田舎町のクラブチームだ。昨シーズンの収入はわずか25億円。レアル・マドリード・バルセロナには遠く及ばず、クリスチアーノ・ロナウド個人の年収の半分にも満たない。スパサカはスペインに飛び現地で取材を行った。乾を訪ねエイバルの練習場へ行くと、なんと入り口の門には落書き。さらに乾が練習するピッチを見てみると、世界最高峰スペインリーグのクラブとは思えない驚きの光景が。なんと壁が崩壊している。乾はこんな場所で日々練習しているのだ。そしてクラブハウスは平屋、中もご覧の通り。乾もこの貧乏ぶりには驚いたという。俺も最初行った時びっくりしましたよ。でもまあしゃあないですよね。いやこんなふうにひどいかもね。いや J ユースの子よりは絶対ひどいっすよね。さらにシャワーにも問題が。お湯はね出ないっすよ。だってあそこ温度調節できないですよ。それを冷たくて一気にどんどん暖かくなっていくんですよ。そしたらもうめっちゃ暑くなる。熱い熱いってなって次また冷たくなっていったりとか、もうその温度調節ができるから勝手に自動。スタジアムの収容人数はおよそ6300人、1万人収容という J2 参加資格すら満たしていない。そんなエイバルの名物がタダで観戦できる隣のマンションのベランダ。そこでそのマンションに潜入取材。9階のベランダからスタジアムを見せてもらった。加藤さん、どうですこの眺め。スタンドでなくても十分楽しめますよ。本当ですね。これからの方が絶対見えていいのかもしれませんね。うん、でも面白いな。Yo sin ti y no vi, dime quién puede ser feliz. Llévame a Europa, llévame a Europa。乾はどれだけ練習場とクラブハウスがボロく、スタジアムが小さくても、エイバルは最高のクラブだという。みんなが助け合ってやってるっていうのは中にいると余計に分かりますし、すごくチーム雰囲気もいいのでみんな仲いいし、嫌なやつがいないというか、普通は嫌なやつ1人か2人いるんですけど、でもやっぱいないですね。自分としては本当にいいチームに来たなっていうふうに、はい、思います。乾はここまで3ゴール2アシスト、チームの勝利に貢献し、現在エイバルはヨーロッパリーグ出場も狙える8位。自分のプレー自体はある程度通用するところもやっぱりあるので、試合を重ねるごとにやれる自信っていうのはついてきてる感じですね。そして小さな町にスター軍団バルセロナがやってきた。公式戦35戦無敗のバルサから大金星を奪え、サポーターのテンションも最高潮。メッシとの初対決を楽しみにしていた乾だったが、この日はベンチスタート。そんなメッシからの攻撃にいきなり度肝を抜かれる。あれなんすかね、すごいっすよね。いやあれは多分取れないんですよ、ほんまに。余裕なんでしょうね、あいつらからしたら。あんなプレッシャーぐらいは。さらにメッシが見せる。足の入れ方とか体の使い方っていうか、タッチの仕方とかが上手いんで、あれは取れないですね。乾は終了間際ピッチへ。しかも入ったのは本来の左サイドではなく右サイド。そして見せ場を作るのには時間が少なすぎた。ほんまにレベルが違う、メッシとか特に。メッシだけじゃないですけど、いい勉強になったというか、
まあ、見てても、はい、これまで日本人選手が活躍できなかったスペイン貧乏クラブエイバルで乾の挑戦は続く。もちろん代表は目指しますし、やってる限りはそこを目指してやってるので、まずでも今は何誰もしてないスペインで活躍するっていうことを自分の中では目標にしてるので、まあ、ヤシトさんは5点取ってるのかな、やっぱりそれは抜きたいですし、長くスペインにいた人っていうのはいないので、まあ活躍したいですね、ここで。まあスペインでやっぱり日本人もやっぱりやるなっていうところ見せてもらいたいですよね。スペイン合ってるんじゃないですか。そうですね。でチームもやっぱり